さあ俺この試合終わったら冷血さんに実況変わってもらうんだ。さあ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 始まりました。さあこの相変わらずですね、この GEXP 何の略なのかっていうのはね、まあ前にも気になったみたいなこと言いましたけども、本当に何なんでしょうねっていう。さあまずは小判に何か落とす。うん、前ビー、前田キック。さあさあ前キック通って、そこからチク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 とバーレログの攻めが通っていく。さあ何か通ってアベルの回ですよ。キレイ、キレイの実況確かにありだな。キレイのアベル強制的に実況させよう。キレイ準備しといてね。さあそういうわけで、さあさあまあそうジャンプ、ああどうもありがとう。本当これね実況しにくいですね、全く知らないけどと。さあでも木船は上りの C? C てか出番。さあ中段が刺さって、まず第1弾の取ったのがレケさんのバルバグなわけですが、さあグルリンパからグルリンパ、さあもう一度グルリンパして出段重ねて、これ一回飛んで投げ飛びて、さあ飛びは見てから速攻こっちにジャンプして叩き潰すといったところが、さあアベルがここからさあ第3に攻めて投げる。さあ体力がだんだんゴールとなってきたが、ここでバルログに投げも通って、さあ爪は回収できず、さあここで爪回収、さあ一度距離を置いて、もう一度距離を置いて様子見様子見、さあアベル的にも近づいてワンチャン決めてきたところだ。さあここでレイカさんのバルログが勝負決めに来たが投げが通る。さあ今度投げはちゃんとクラッチして、さあここから互いにどう攻めぎ合っていくのか、マスクが取れる、投げが通る。さあリバーサーでこの投げお膝ね、さあしかし投げ爪を取れて、さあしかしこの後投げが通れなかった、むしろ投げ返されてしまっていたところか、勝ったのは冷血さんのバルログ。さあというわけで0回戦全ての試合終わりましたので、次から1回戦の方進んでいきたいと思います。え、ある、はい、ですね、私は、キャビでございます。ああ、ガジ、ちょっと、ね、一緒に実況